二階堂擁立構想は、1984年、自由民主党総裁任期満了に伴う中曽根、康弘の再選を阻止するため、鈴木善光前首相、福田武夫元首相らが、野党も巻き込んで木曜クラブ大番党の二階堂、進む自由民主党副総裁を擁立しようとした、事件である。1984年11月に行われる、自由民主党総裁選挙に向けて、 中曽根は高い国民支持率を背景に早くから再選への意欲を示していた。一方、中曽根内閣はその成立当初より田中派の影響を色濃く受けて直角内閣、田中曽根内閣などと呼ばれていたため、鈴木、福田、川本原非主流派はこれに不満を持っていた。さらにこの年、田中派の二階堂を進むが東北総裁に起用されたことで、 必死流派の不満はますます高まりを見せ、宮沢貴一、安倍晋太郎、川本俊夫らが再戦阻止の構えを見せた。ロッキード裁判被告の田中角栄の構想は、二審の裁判で無罪を勝ち取り、自身が復権するまで中曽根を使いこなしていくというものであった。1984年8月、最大派閥を率いる田中は、 軽井沢で極秘に中曽根と会い、もちろん再選させる。心配するなと告げた。9月には、箱根で開かれた田中派遣集会で演説し、中曽根再選指示を表明した。それゆえ、一般には、中曽根総裁の再選は、固いと見られていた。1984年10月26日、鈴木は、田中邸を訪れ、次期総裁公選で二階堂を擁立することを、 提案した。田中派は、党内最大派閥でありながら、田中自身が、政権回復の望みを捨てなかったため、竹下登ルらニューリーダーを要しながら、田中内閣以後は、総裁候補を出せない派閥であった。こうした不満を逆手に、鈴木は二階堂を総裁として田中と中曽根に景気を、打つ、大手飛車取りを狙った。鈴木の狙いは、田中と中曽根の間を分断し、 二階堂暫定政権の後に、自派の宮沢を総裁にすることにあったと言われ、また自身が余力を残して、政権を譲ったという認識の中で、中曽根の、私が当番した時の日米関係は9回に合うと満塁だったなどと、あたかも前任者が無能であったかのような鈴木の、感情を逆なでするたびたびの発言や、田中、中曽根両派主導の党運営に不満を持っていた。これに、 福田や三木武雄元首相らも同調した。さらに、本会議の主犯指名において、野党の公明党、竹入義勝委員長、民社党、佐々木良作委員長との連携、連立を視野に入れた工作もあり、四面楚歌の中で中曽根再選は危ういかと思われた。10月27日午前10時頃、 二階堂は田中派代表代行の江崎雅美を伴って、目白台の田中邸を訪れた。ダメだ、二階堂さん。今、中曽根を辞めさせる理由がない。中曽根があんたを本当に助けるのか。私は本当にやる。何としても裁判を片付ける。それだけだ、二階堂さん。あなたの気持ちはありがたい。しかし、今回は俺に任せてくれ。俺とあなたは、 夫婦みたいなものじゃないかというやりとりの後、二階堂は、あんたが間違ったことを言うなら、俺はあんたに従わない。これは遺言のつもりで聞いてほしいとまで言い、両者の意見は、一致を見ないまま終わった。この桑はだけは、竹下の後見人を任じる、金丸信羅、田中派幹部が反対に回ったこと名実ともに、中曽根の対抗馬となり得た川本が、竹下、金丸に同調して、 幹を抑えたこと、鈴木、福田両派内でも慎重論が大勢を占めたこと、そもそも野党が関与していることに対して、党内に抵抗感が強かったこと、そして何より田中角栄が反対したことといった要素により、挫折した。上述の会話にも見られるように、二階堂は田中の被護者として、中曽根よりも信頼に足ると自認していた。同時に、反主流派の意見を組むことで、 党内融和という大義に訴えたのであるが、党内融和とは、田中批判を受け入れることと同義であった。田中から見れば、中曽根へと直接つながっていた方が安全であり、その点、二階堂は、田中の指示を過信していたとされる。この工作は、終盤で報道され、国民周知の事実となった。自民党両院議員総会に先立って10月28日に、 行われた最高顧問会議では、福田、二階堂らから中曽根批判が紛失。最後に、中曽根が、東風刷新、党内融和を約束し、ようやく了承されるという一幕もあったが、結局、中曽根が話し合いで、自民党総裁に再選され、11月1日に、第2次、中曽根改造内閣が発足した。この事件により、自民党の長老政治は終わりを告げる。 それまで党内で多大な発言力を持っていた福田、鈴木、三木ら首相経験者を中心とする長老は、この計画失敗により発言力を失っていき、派閥の代替わりを促すことになった。同時に、鉄の結束を誇っていた田中派のほころび、ひいては田中の支配力に、陰りが生じつつあることを示した。田中の最大の中心、 二階堂が総裁公選に意欲を示したことは、総裁候補を擁立できない田中派内部の不満を示すものでもあり、中村根再選後に行われた内閣改造、党役員改選では、田中派は中村根再選の主力となったにもかかわらず、閣僚増員の要求は入れられず改造前と同じ6ポストにとどまった。また、自民党幹事長も田中の押した小沢達夫ではなく、 引けしに功績のあった金丸が選ばれた。しかし金丸が押した入閣候補者の羽田勤務、小沢一郎などはいずれも入閣することなく、閣僚についたのはすべて田中の押した入閣候補者であったことは、当時の力関係がまだ圧倒的に田中に分があったことを示している。こうした圧力は、翌1985年2月7日に、 竹下が創生会を旗上げすることで爆発し、それから20日後に田中は脳梗塞で倒れ、政治の表舞台から去ったことによって田中支配は終焉を迎えた。ありがとうございます。